チャオ、こんにちは、レッドストーンガヤガヤシです。今日の企画はまた僕がやりたいだけの企画になってます。何かというと炭酸どのエスプレッソでどれが一番合うか、もう、選手権イエーイでどの炭酸がエスプレッソに合うかをやっていきたい。だこのアイスボックス入れる。そうここのね、氷はアイスボックス入れさせてもらいます。これ柑橘系で美味しいんで、それに炭酸を入れてこのロックで抽出したやつでどれが一番美味しいかを決めたい。で、アフォガードあったじゃないですか。あれもほんまにやりたかってやった企画なんですけど、あれ結構ね、あのお客さん来てくれて、視聴者も来てくれて、あれめっちゃ良かったって言ってくれたんで、めっちゃこれもやりたくなったんで、今日はもう楽にやっていきたいと思います。何よりも夏やしね。あ、そう、夏。もうでももうこれ夏終わりせえけどな。まあいいか、お願いします。はい、じゃあちょっとね、やっていきたい。そのレシピはですね、簡単です。アイスボックスに炭酸入れてエスプレッソ、ワンショット20入れようと思います。で、イタリアのブレンドでロックで抽出やっていきますね。まずオロナミン C、 CC レモン、三ツ矢サイダー、そしてカーキ、これでやっていきます。で、本来はですね、なんかここに入れてやりたいんやけど、あの分かりやすいようにここに入れていこうかな。半分入れて、え、パンも食べたい半分入れて、夏やな。おいまこれうまいな。ちょっと待って、じゃこれ溶けるから、ちょっと冷凍庫入れるわ。冷凍庫入れるわ。いいねなんでこんなくれまでの、ありがとう、ほんまにありがとう。20ぐらいでいいよ。いいですね。 OK、 これぐらいでいこう。さあメインは今からよ。いくよ、もう一回出して、よし、これに合わせていこうか。オロナミン C ってこれ120ミリ入ってるから、はい、120ミリ入れてみるわ、はい、で全部120入れよう。そうしよう。ほんでどうなるかよ。100、キンキンに冷えてやがるやん。しかもさ、こんだけさ暑いからさ、あの一気飲みして全部飲めるわ、ほんまに。一気飲みする。この後これでも色的にあれやな、なんかいけるか。あ、そうですね、ちょっと変えましょう。変えた方がいいんちゃう。え、意味ないやん、ちゃうやん。ちょっと待って何しようとしてんねん、ほんま。変えた意味、これぐらいか。大体でいこうか。もうちょいか。よし、ちょっと置いときましょうか。ああ、はい、すいません、怖いな、はい、んで、フォーク、え、日和って個人的にどれが好きな、一番炭酸で。このドリンク、いやでもほんま悪魔的うまさは一番太るけど、やっぱコーラはめっちゃ好き。あー、コーラうまい、やっぱり。そうやんな、コーラやばいっす。それは世界でこんなにも有名になれるわって思いますもん。確かに。あんま飲まないっすけど。でも結局なんかさ、あのバーガー食べるときってコーラじゃない、マクドとか。コーラうますぎる。で、自分的には三ツ矢サイダーが一番好きやけど。あー、ずっと三ツ矢サイダー夏飲んでんもんな。じゃあちょっと入れますわ、はい、全部に、いきます。おお、めっちゃ綺麗やん、めっちゃ綺麗やん。オロナミン C、やばいやん。じゃあコーラ色一緒。お、入ってんがよ。あ、でもまあまあ炭酸ちょっときつくなったみたいな。で、スイスイいくよ。おお、なんかすげえな。おお、なるほどね。大丈夫これ。で、これ何や、三ツ矢サイダー。はい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 。おお、ちょっとトニックウォーターみたいな。トニック、オロナミン C めっちゃうまそうやん。いいですか、じゃあいってください。なんか味混ざったらええから。おい、こう、じゃあ
炭酸どれがいいかナンバーワン決定戦いきます。じゃあまずは女飯から、はい、いただきます。うまっ、うまいや、えこれうまい、めちゃくちゃうまい、うん、これで、いやお決まってるやん、うまっ、めっちゃうまいわ。ランクなんですか。1位、え早い、100点、めっちゃうまい。いや俺はラミンシーこれコーヒーはこれ一番で飲んだらえぐいかも。他なんでちょっとじゃあコーラいくわ。これめっちゃうまい。コーラ。え？コーヒー負けてる。あれ？コーヒーの味せえへんの全然。いやコーラや。え？コーラはコーラやで。あ、うん？うん？いや。コーラよこれ。あ、な、実はコーヒー入ってるんか分からへんみたいな。昔でもあったよね、なんかコーヒーコーラみたいな。ありましたっけ。全然あの、コーラ。カフェインとカフェインだからもしかしたらもう。あ、そういうこと。なんか普通にアイコーラでーすって出されて飲んでも分からへん感じで。ちょっとカフェイン強くなったコーラみたいな感じ。そうやな。これ何や。これ CC レモンいきます。あー、おー、よかった。うん、惜しいな。惜しい。別にめっちゃ美味しいわけでもないけどまずくもない。うん、そんなに、なんやろ、めっちゃコーヒーも感じることないけど、あれやな、なんて言ったらいいんやろ、あの CC レモンの良さがなくなっちゃってる。だからレモン感が少なくなってる、はいはい、だからコーヒーの味が結構きついかな。どうなんすか。え、普通。じゃあミスヤサイダーいきます。 B ぐらい。うーん、そやな、まあ、ABC で決めるんやったら、S S S C B で、これ最後ミスヤサイダーいきます。あっそうな、これはうまいな。ちょっと待てよ、これうまいぞ。お、うま、なるほど、うまいや。うん、三ツ矢サイダー結構うまい。そう、あんちゃん三ツ矢サイダーがうまいじゃん、好きやからかもしれん。コーヒーの味はするんだよ。コーヒー味する、後味コーヒーくるんよ。おい、めっちゃおもろいやんこれ。うん、あ、お、いける、うまい、うまい。ランク何？ええやな。ちょっと待って、でも待って、決まったよ、もうオロナミン C レベちゃん、うますぎこれ。めっちゃうまい。もうそれはもうじゃあもう間違いないってことで、もう皆さん結果分かってると思います。炭酸に合うエスプレッソいきます。せーの、もう圧倒的これ、やっぱそれなんす、オルナミン C とアイスボックス、そしてエスプレッソ、これめちゃくちゃうまい。夏やってみてほしい。これうますぎ。程よい炭酸、微炭酸のとオルナミン C の甘さとエスプレッソがめっちゃ合ってる感じしますね。なんかエスプレッソってお砂糖で飲むやん、あの感じがちゃんとありながらオロナミン C の味もするみたいな感じ。 あとはなんか潰し合ってる。でもこれは結構うまかった、オロナミン C。 ここはもう潰し合ってる。もうこれに関してはコーラの味しかせえへんし、これに関してはもう あのコーヒーの味しかせえへんかったから。しかも見て、なんかずっとこれも炭酸残ってない。クレマっていう、クレマっぽいのずっと残ってるやん。こっちとかもなんか薄いんよ、全部すぐなくなってんねんけど、オロナミン C だけちゃんとずっと残ってる。なんかマッチしてるんやな。あの、面白かった。皆さん、あの今年夏このドリンク作って楽しんでみてください。これ一回やってみて。ちょっとね、美味しいわ。じゃあすみません、一人で楽しんじゃってありがとうございました。ちょっと飲んでみや、ヒオリエも。圧倒的。飲んで。
あ、三ツ矢サイダーから行ってみて。じゃあ三ツ矢サイダー、三ツ矢サイダーから行ってみて。もうそうやってる間にオロナミンCだけなくなっていくから。おお、うまい、オロナミンC。あー、全然三ツ矢サイダーうまいよ。うまいよ、うまいよ。CC レモンどう？いや、ほんまそんな反応になると思う。俺CC レモンで飲めばええやんってなれへん。コーラも、コーラが強い、うん、コーラやろ、コーラやろ、ね、コーラちょっと苦くなった気がする。あ、気がする。コーラみたいな。でもコーラって言ってダサいでも分からへんやろ、これ。あ、1位。めっちゃうまないこれ。レベル違う、レベル違うやな、うん、いや、うん、まあ、これかこれやな、確かに。そうやろ、うん、でもちゃんとなんか全部のバランスが取れてるのはやっぱりこれです。確かに。